谷川和穂は、日本の政治家、衆議院議員、法務大臣、防衛庁長官などを歴任した。谷川和穂の戸籍上の正式表記は、旧字体の、実。父は、衆議院議員を務め、広島東洋カープの設立に尽力した、谷川昇。広島県加茂郡西志波村生まれ。1953年慶應義塾大学法学部、卒業。1956年慶應義塾大学大学院、政治学研究科修士課程修了。1954年ハーバード大学大学院自治、行政学へ留学。1955年ミネソタ州、ケシュテーバス・アドルホス・カレッジ助教授。1958年、脳出血により急逝した父、谷川昇の地盤を引き継ぎ、第28回衆議院議員総選挙に、旧広島県第2区から無所属で立候補。全国最年少の27歳で、初当選を果たした。当選後、自由民主党に入党するが、1960年の第29回衆議院議員総選挙では、次点で落選。谷川の選出選挙区であった旧広島2区は、自民党の池田勇人や中川俊二、増岡博之、松本俊一、日本社会党の森井忠義ら、大物議員がひしめく、全国有数の激戦区であり、谷川も1960年の落選以来、計3回の落選を経験している。1963年の第30回衆議院議員総選挙では、池田勇人に次ぐ得票数2位で返り咲きを果たした。1966年、文部政務次官に就任。同年10月、フランス・パリで開催された第14回ユネスコ総会日本政府代表を務める。1976年の第34回衆議院議員総選挙では2度目の敗北を喫したが、1979年の第35回衆議院議員総選挙では一転してトップ当選を果たす。1982年、第1次中曽根内閣で防衛庁長官に任命され、初入閣を果たした。しかし、翌1983年12月の第37回衆議院議員総選挙では、現職の閣僚でありながら、次点で落選し、3度目の敗北を喫する。1986年の第38回衆議院議員総選挙では、再びトップ当選で返り咲いた。1989年、宇野内閣で、法務大臣に任命され2度目の入閣を果たしたが、宇野宗佑首相の女性スキャンダルが発覚。自民党は第15回参議院議員通常選挙で惨敗し、宇野内閣はわずか69日で退陣に追い込まれたため、谷川も法相を退任した。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、比例中国ブロック単独4位で立候補し、11回目の当選を果たす。1997年、前年の川本俊夫の引退に伴い、新政策研究会は、番町政策研究所に名称が改められ、谷川は代表世話人に就任。番町政策研究所は、谷川や坂本三十次らによる集団指導体制を経て、2000年に、高村正彦が会長に就任した。同年、区民党旭日大綬章受章。2002年、例外的に夫婦の別姓を実現させる会に参加。2003年の第43回衆議院議員総選挙には、立候補せず、政界から引退した。引退後は高村派顧問、全国保護士連盟会長、社団法人日本交通計画協会会長、イニシアティブス・オブ・チェンジ顧問等を務めた。2018年6月8日1時27分、心不全のため、山梨県北杜市の病院で死去。87歳没。2018年6月26日の閣議で、肖像くらいに除すると決めた。なお生前に、区民党旭日大綬章を受けている。ありがとうございます。